はい、どうもこんにちは、みもりです。いつもお世話になっております。そして、今回のカメラマンがハチチ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 マルさんです。ハチマル、ハチマルさんか。チ何個あったか知らんけど、チ7です。チ7なんだ。なんでそこ8でいいじゃん。すいません、そんなチなかったか。絶対ないよ。1個2個多いとかじゃなかったし。でも結構チは通ってますよね。チは通ってるけど、別に。そうですよね。みんなチ通ってるし。まあ、ハチマルさんということで、昼動画になります。はい、はい。もう最近はすごいことが起きてまして、すごいことが起きてる、はい、こればっかりはね、うん、まさかっていう感じなんですけど、うん、声帯が届きまして、おお、はい、それを紹介するという感じになるんですよ。はい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 、はい、まあそれも一旦置いといて、それを出していきたいなと思ってるんですけど、うん、はい、まあ、びっくりしましたね。とりあえず届いてきて、まあ、僕確認してるんですよ、多少、はいはいはい、ちゃんとは見てないんですけど、うん、生きてるかどうかっていうのはチェックさせてもらってて、はいはい、それを、まあ、しっかりゆっくり見させてもらおうかなと、うんうんうん、楽しみにしてたんで届くの。あ、そうなんだ。まあもう最近はヤマトの人とか、うん、佐川の人とか、はい、他の諸々の配達の人2個しかなかったから。いやいや、僕のイメージがね、うん、はい、なんその人たちがもうちょっとサンタさんに見えるぐらい、はあ、プレゼントみたいな感じで、ね、うん、はい、でもちろん送り先の人もサンタさんだし、はいはい、やっぱお金払ってるからな。まあ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 、なるほどね、うん、はいはい、なるほどね、はい、はい、え、まさか。まあ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 、いいんじゃないですか。まあ座ってくださいよ。いや、座ってはいるよ。あ、座ってます。おかしいでしょ。あ、そうかそういうクソちっちゃいじゃんそっちいじれよ、ね、いやいや、そんなことはないですよ、うん、人それぞれだからいや違う、それでばっかりはだってこれはちっちゃすぎて。あ、そうだったんですね、うん、まあまあ、じゃあ見せましょうか。お願いします。届いた生態、はい、こちらです。豆せんべい落花生って書いてますけど、豆せんべい落花生ですよ。まあまあ違う、ね、まあそうですね、はい、これにと、これで届けられましたという感じで、はい、何だと思います、ちなみに。え、何だろう。まず、まあこっちの部屋ってことは、はい、まあ、カブトムシが多いじゃないですか。はいはい、だからそういうことじゃないですか。なるほど、カブトムシではあるだろうと、はい、うん、クワガタではないんじゃないかと。クワガタではない。なるほどね。あ、まあそこの推理はいいんじゃないですか。あ、いいですか。はい、その中でも種類いっぱいいるじゃないですか。うん、そこを聞いてたのに、そんななんか置きに行く回答で僕はびっくりしました。いや、そんな、はい、あ、ダメなんだ、はい、今の外す方が良くないかなと思って、ね、びっくりマンチョコもびっくりですよ。いや、懐かしい。はい、ありがとうございます。いや、びっくりはしないし、あいつらはびっくりマンチョコの案件じゃないですよいや、下手くそじゃんアプローチひどすぎるから、はい。あ、まあちょっと想像つかないですか。想像つ、まあだから、うん、ヘラクレス系とかそういうのかな。じゃあヘラクレス系、うん、なるほど、まあ、結構ね、好きですし。まあまあまあ、そうですね、世界最大ですし、うん、はいはいはい、なるほど、うん、じゃあちょっとまあそれに関しては正解かどうかはもう中を見て、はい、確認しましょうか。はい、一匹ずつ出していきますね。一匹ずつ、何匹かいるので。わかりました、はい、こちらを使ってなるほど、はい、いいですね。白バッグで、なんだろう、はい、じゃあいきますね。メスからいきましょうか。はい、あ、でもでかいわ。え、なんだろう。はい、こちらはい、メス、はい、メス、はい、これで分かった方もいると思います。八幡さんも分かります？いやいや、そんなことないと思うけど。分かりますか？まあクイズにしたぐらいだから違うはずです、はい、まあもうサムネイルに出てるんで実際言っていいんですよ。はい、これ八幡さんを楽しませるためだけのやつなんです。そうですか、はい、え、どうか、僕はから最初にお伝えした、はい、ヘラクレスオオカブト。ヘラクレス、ヘラクレスです。当たってたんか。はい、まあまあ13足あるから。いやいや、はい、まあまあまあ、ギリ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 三角ですね。ああ、厳しいな、はい、この人はい、三角、三角だけど100点です。ああ、優しい、はい、素晴らしい、うん、ヘラクレス、ヘラクレスのメス、はい、大きいですね。でかこれ。まあでももうちょっとね、そのヘラクレス、ヘラクレスっていう部分ももちろん驚きなんですけど、うん、それ以外の驚きもあるんで。え、なるほど。あ、ここにまあ詳細が書いてあるんですけど、うん、今年に羽化したやつらしいです。おお、すごい立派なヘラクレスのメス。メスもだいぶでかいからね、はい、これが1匹目。はい、え、待って、1匹目ってことは複数匹いるってことか。そうなんですよ。え、実は次、まあ次もメスなんで、はい、1オス2メスです。ああ、なるほど、はい、そのパターンで買う人多いですね。まあまあそうですね、やっぱその方が、うん、まあオスは何回かかけられるんで、うんうんうん、万全ではありません。もしかしたら1匹ずつだと、まあそのメスにの生殖機能的にちょっとあれだったら、うん、あ、
なるほど。もう卵をあんまり産まないとかっていう可能性もあるんで、うん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 、だったらメス2匹っていう、そのオスは1匹いれば掛け合わせられるんで、うん、まあ、ね、そんなにその生殖機能が低下してるみたいなことってまあなかなかないんで、ああなるほど、まあ、万全なのはやっぱオスもメスも2匹とか買った方がまだ万全ではありますけど、そうか、まあ、でもお値段考えると21が、そうですね、あとはしかもこのお気に入りのオスとかだったらもうそれと掛け合わせたいじゃないですか、うん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 、そういうパターンも結構あるんで、あ次は次もメスですね、メスちょっと綺麗にしますね、うん、あでもやっぱ立派っすね、すごいな、2匹目こちら、はい、うわーでかいっすね、70は余裕で超えてる感じの、うわー元気だ、うん、たくましい、うん、さっきのよりちょっとスラッとしてるかな、あっていうふうに思うかなっていう感じですね、こちらはメス、うん、顔かわいいよな、かわいいっすよね、つぶらでね、毛もあるしね、毛もなんかふさふさ感が、うんうんうん、結構やっぱ新生虫とか毛がふさふさで可愛いんですよ、あそうなんだ、はい、抜けていくんだやっぱ、やっぱまあそうですね、まあ抜けていくっていうか多分擦れていくんでしょうかね、その土に潜ったりとかで、このメス2匹目、はい、無事でした、そうですね、無事立派なメスが2匹、うん、そしてオスですね、オスこれめちゃくちゃ楽しみよ、いや僕も楽しみですいや同じ熱量では来ないで、いやいやいやだって本当にいやその写真は見てたんですけど、いやでも一応まあ確認してるわけだから、はい、その初めてじゃないから、いやでも本当側面と生で見るの全然違うんですよ、うんうん、ああそうなの、そうなんですよ、野球選手を、うん、その球場の外野席から見るのと、うん、あの内野席から見るのが全然違うのと一緒、ああ近いんだどっちかの方が、そうです内野の方が、内野の方が近いんだ、はい、だから外野は外野手が見えるんで、うん、外野手の人がでかいっていうのは分かるんですけど、うんうんうん、でもやっぱ内野手の人はちょっとまあでもでかそうって感じ、ああやっぱでもその少年野球とか、まあ、高校野球中学野球とか見てたら、うん、やっぱ体格の違いは、ま、一目で分かるんですけど、ああ野球の例えでやっぱすごいですね、うん、そう、まあまあ、あれもういやもう言って土地ないじゃんみたいな、いやいいよいいよ分かった分かった分かったからぐらいの感じ、ごめん俺この人たち普通のベッドで寝れんのかなってぐらいでかい、あベッドね、はい、あそっちの方が分かりやすかった、これ僕の特権なんですいませんね、そうかもう先見れてる状態、はい、あやばいっすね、みんなも見たいでしょこれ、はい、押すこちら、うわーでけえ、やばくないですか、角長っ、めちゃくちゃスタイルいいですね、うんこれうわーすごすぎる、なにこれ、うわほら怖いもんね、なんか怖いっすねてか角がやっぱたくましいっすね、なんすげえな、こう根元からこうシュッと伸びてる感じの体格が、その角も太いけど、うん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 、違和感のある太さじゃなくてじゃないね、スッと伸びて、やっぱ角の長さがやっぱ際立つな、でかくてもこう体がボテッとしてるパターンの子とかもいるんですけど、はい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 、やっぱバランスいい、その確かに人間でいうこう足が長い人みたいな感じのスタイルの良さというか、半端、うんうん、ないな、ほんとすげえ、無駄がないもんね、無駄がないですね、合気道カブトムシです確かにな、うわーかっこよ、これすごくないですか、ほんとすごい、ちなみにこちらのお値段、はい気になりますよ、まあサムネイルには書いてるんですけど、あそっか、俺だけ、まあ八丸さんだけ、うん、ちょっとびっくりすると思うんですけど、はい、いくらだと思います、え1オス2メス、でも俺やっぱでかいやつなんか2、3万で売られてるの見たことあるから、あもっとかな、え、はいはい、4万、あまあ4万でも結構低く見積もってる感じですけどね、あそう163でやっぱこの体格もいいんで、うんもっと高いんですけど、こちら1オス2メス0円です、ゼロ、はい、え信じられないんじゃないですか、どういうこと、これ実はいただいたんですよ、えこれは、はいマジで、いやじゃあこっちの話じゃないって、いや違うそりゃそうでしょいやいやこっちよこっち、そんなブレるボケはしないです僕そんな急にそうだ、発泡スチロールなんですけどね、ねずっこけるとかじゃないの、いや違いますよもう信じられます、これをいただいたんです僕、これ、え本当に、はい、いや
実は以前、うん、まあ八幡さんも一回行ったことあるんですけど、うん、ヘラクレスとかたくさん飼ってたあの社長のブリードスタジアム、うん、で2回目平岡さんと行った時に、うん、いた方でヘラクレスを、はい、よく飼育されてる方がいるんですよ。はいはいはい、はい、結構メイン血統だけで言ったら平均アベレージがサイズ 175mm っていう驚異的な数字というか、はいはいはい、17センチですよ、超える、うんうん、で普通の全体的にまとめたら 165mm ぐらい、うん、それでもでかいんですけど、僕のマックスが158なんで、うん、そう考えた時にもうバケモンの確かにだったんですけど、うん、その方とまあそのよかったら今後よろしくお願いしますみたいなことを言ってたんですけど、うん、その若田さんっていうんですけど、はい、若田さんがわざわざ LINE で、まあ、連絡来て、はいはいはい、ちょっとよかったらそのあんまり大きい個体とかじゃないんですけど、うん、そのプレゼント受け取ってくれませんかみたいな感じで、うん、このヘラクレスの写真が送られてきてはいはいはい、はい、そんなんいやちっちゃいわけもないし、うん、そのちなみにこれ 163mm らしい。あ、でかっ、はい、マジで、はいそんなん、いやいや、いただ、いいんですかみたいな感じで、うんうんうん、いいんですかって言ったら、いいんですよって言ったの。おー、そのまま、うん、そう、いやもう、だからいいんですか、本当にいいんですかって、うん、いいんですよ、いいんですよって、本当に好きになっていいんですよって言われて、何ですね、いや、その会話の詳細いらんいやいや、ラッドインプスの歌詞でしょちょっとそういいんですか、いいんですよって言うやつ、あ、はい、そういうことか。そうですよ、いいんですかってやつ、はい、音楽聞かなかったから、はい、ごめんなさい、ごめん、はい、まあまあまあいろいろごめんなさいまあでも本当にもうそのなんだろう、僕がよく分かんなくなってしまうぐらい、うん、やっぱもうその信じられないことが起きたっていう感じです。あーなるほどね、はい、しかも2メスだから押すだけでも嬉しかったのに2メスまですごいな。そのこの子に合う、うん、そのメスも送りますねっていうので、しかも2匹、はい、っていうので、まあ、一応詳細的に、まあ、管理表というか、うん、ラベルがここに送られてきてて、1月上旬以下ですね全部、はい、なんでまあ2月、まあ、数ヶ月後、何ヶ月かしたらブリードできるって感じで、うんうんうん、で、まあ、1番、一応ね、こういう感じで、まあ、これメスなんですけど、こう3番とか、数字が書かれてて、3番の子と1番の子は、うん、同じ血統ですね。あー、はい、で、2番、2番、2番の子、だから、2番目に見せたメス、2番、はい、あ、2番目に見せたメスが2番、メスが、まあ、2番だったんですけど、はいはいはい、が、ブリードスタジアムの社長の、はい、あ、はい、なるほど、オリジナル血統みたいな感じの、うん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 、なんか太い子だから多分うん、わちょっとどうなんですかね、オリジナル血統、とりあえずオリジナル血統、はい、っていう感じで、まあ掛け合わせ、まあ社長が掛け合わせた子から生まれたメスみたいな感じの子らしくて、うん、それを僕に送ってくださって、すげえな、いや、ありがたいですね。とか本当ね、全く違うメスが2種類みたいなことですよね、はい、そうですそうです、言ったらその家系が違うというか、うんうんうん、そうお互いその伝統のある家系なんですけど、うん、そうお互いまた別のすごいところの子みたいな、うん、いやすごっ、はい、すごいですよね。そうでオスはこっちの方のまあ言ったら家系の家系図にいる子みたいな感じの、すごっ、すごいですよ、うん、いやマジででかいね。マジででかいっすねいいのっていう、若田さんから今回送っていただいたんで、まあ僕にできることといったら、はい、まあ何かなっていうのもあって、うん、その聞いたら若田さんもヤフオクとか、はい、まあツイッターとかやられてたんで、うん、そのまあ概要欄にも載せとくんで、うんうんうん、その本当にめちゃくちゃかっこいい子ばっかだったんですよ。ツイッターもそれから見たんですけど、はい、もう信じられないレベルのヘラクレスがたくさん載ってて、うん、しかも意外と他のクワガタとかも結構やられてたんで、ツイッター見た感じだと。ヘラクレスだけじゃなく、はい、まあ多分ヘラクレスメインなんでしょうけど、うん、でもそのクワガタとかも立派な子いたりしたんで、ぜひツイッターフォローしてください、はい、はい、概要に載ってるわけですね。そうですね、でヤフオクも定期的にヘラクレスとか出されたりされてるらしいんで、うん、そちらもねもう間違いない血統なんで、うわ、そちらもぜひ、まあ、気にかけてもらって、うん、ヤフオクとかってやっぱどういう人がやってるか分かんないっていうアカウントが多い中で、こういう信頼のおける人っていう場所を知ってたらすごい安心できると思うんで、そうだね、うん、ぜひまあなんかヤフオクもツイッターみたいな感じでフォローみたいな機能みたいなのあるんで、うん、それでフォローしとくといいかもしれないです。あ、はい、あでもそういう情報知れるのありがたいね、クワカブの部屋。
あ、でもそう、そうですね、確かに怖いからさ、はい、まあでも僕もあんまりヤフオクでがっつりその至る所から購入とかはしてないんであれですけど、うんうんうん、でもまあそうですね、うん、間違いないです。若田さんのアカウントとか載せとくんで、うん、はいはいはい、そちらぜひ概要この動画見終わった後にでも見てください。はい、はい、そんな感じなんですけど、どうですかこれ。いやマジでだからね、はい、本当にでかくて、いくらするか、めちゃくちゃ高額な金使ったのかなっていう話かと思ったら、ね、これをいただけるってやばいよ。いやもう信じられないし、しかも最近そのヘラクレスは、まあ、去年は購入したんですけど、うん、その親のオスを新しくみたいな、うん、今年はもうする予定なかった中で、うん、まあ、できればしたいなとは思ってたけど、優先順位的にこう増収したいっていう方が多かったんで、はい、いい個体いたら買おうかなとか、うん、それこそ若田さんとつながったので若田さんのその生態買おうかなとか思ってた矢先にこうやっていただけたんで、おーすごいな、びっくりです、タイミングが奇跡的で、はい、そうですね、うん、またなんか東京都の方ではないんで、うん、その自粛開けたらブリードルームお邪魔させてくださいっていうのは話してるんで、あ、すごっ、はい、ちょっと行きたいですね。わあ、楽しみだね。バケモンがいっぱいいますよ多分バケモン級のね、バケモン級の、あ、まあまあ、バケモンって言うとまたちょっと変わるけど、大事にしてる虫バケモンってなそう、だからそこもちょっと楽しみなんで、うん、はい、ぜひ引き続きちょっとこの、まあ、若田さんとこのヘラクレス、はい、ちょっと気にかけてもらえたら嬉しいですね。そうですね、はい、そんな感じで今回の動画は以上になるんですけども、八幡さんもコンチュアス101号室チャンネルやってますんで、はい、そちらもぜひ、概要欄載ってますんで、はい、よかったら、まあ、若田さんの方をちゃんと目通してから それでも記憶が残ってるんだったら八幡さんの方もよかったら見てください。僕の方も若田さん出しまくってますんで、いやいやいや、そう一回も出てないじゃないですか、若田さんとゴキブリとやってるから、いやいや、やめてよやめてあげてくださいそれだけは絶対にダメですから、はい、まあよかったら、ね、その、はい、コンチュアスも見てください。三森くんのサブチャンネルもね、はい、いや、いいですよ、若田さんとパンツ脱がし合いしてるから、脱がしてないですよ、それ平岡さんです全部失礼な、一緒じゃないですか、いや、それ一緒にしないでください、平岡さんと、まあそうだな、はい、最下層だから、はい、まあ、平岡さんね、はい、平岡さんねっていうのも悪い人みたいになるからはい、まあそんな感じで、はい、今回の動画以上になるんですけども、また夜も18時45分から動画上がりますんで、そちらもぜひ見てください。はい、そんな感じで今回の動画以上です。ご視聴ありがとうございました。